皆さん、はじめまして。北里研究所病院糖尿病センター長の山田悟と申します。この度、神戸パンプロジェクトの西川シェフをはじめ、多くの神戸市の皆さんと共に、9月の3日4日に、美味しく楽しく食べて健康になれるという世界初の街を挙げたイベント、ロカボイベントを開催することになりました。ぜひ皆さんとご一緒できたらと願っております。世界では栄養学の常識がこの10年間で全く真逆になりました。10年前までは、美味しいものを食べたら不健康になる。健康になりたければ粗末なもので我慢しなさいということが当たり前のように指導されていました。しかし現在では、美味しく楽しく食べて健康になれるということが栄養学の常識になったのです。中でも注目されておりますのが、緩やかな糖質制限食、ロカボです。ロカボでは、糖質の多い食材、主食であるとか、甘いものについては、量についての工夫が必要になりますが、お肉、お魚、お野菜といったものについては、全く量の加減をする必要がありません。神戸で言えば、神戸牛、イカナゴをはじめとする美味しい地のお魚、お野菜、ワイン、チーズ、こうしたものについては全く気兼ねなく食べることができるわけです。ぜひこの取り組みをご一緒できたらと願っております。5月の22日に神戸市内でこのロカボについてのセミナーを開催する予定になっております。このセミナーにつきましては、神戸パンプロジェクト事務局マンボウ様までお問い合わせいただければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。はい、NHK でも NHK スペシャル、あとガッテン、あの試してガッテンですね、でも取り上げられますし、産経新聞や日刊スポーツさんや、ターザン、ナンバードゥ、家庭画報、ヨギーニ、さまざまなメディアで取り上げていただくことになっています。実際の昨年出したこちらの本なんですけれども、これ3ヶ月で14万部売れまして、もうロカボという言葉は、一時の流行り言葉ではなくて、これから先当たり前の用語になっていくというふうに確信しています。はい、ロカボという言葉は本来はローカーボハイドレート、低い炭水化物で低炭水化物食という、英語の直訳というか、英語がそのままローカーボハイドレートになるわけなんですけども、これが、メタボリックシンドローム、メタボに効きますし、またロコモティブシンドローム、ロコモに効きますし、また老化防止に効くという、語呂を合わせて、ロカボというふうに呼んでおります。キリンさん、グリコさん、ローソンさんはじめ多くの企業さんが、実は志を持って健康になるような美味しい食品を出したいと思われていた中で、実際に何をやればいいかわからないという状況だったようです。そこに私たちのロカボという概念を、これ一緒に取り組んでくださることになって、この食べ方が今どんどんと多くの企業さんに広まっているという状況になっております。ただまだこういったことを街を挙げて、取り組むというようなことは世界でも全く行われておりません。かつてロブションさんという有名な料理人の方が、キュイジーヌビアンネートル、ウェルビーイング料理とでも言うんでしょうかね、その究極の お料理というものは単に美味しさを追求した技法ではなくって、健康への良さも兼ね備えたお料理であるというのことを、おっしゃったようなんですけれども、これを街を挙げて取り組めるということ、これがしかも神戸市であるということに、私たちは大いなる喜びを抱いております。はい、それこそ福原、港川といった歴史があり、そして開港以来の新しさがあるという、ファッショナブル、おしゃれな街であり、そして美味しいもの、神戸牛、海の幸のある美味しさの街でありと
ういうことで、もう本当に日本あるいは世界の中で初めて一緒に取り組めるのはこの神戸であるということが本当に僕たちは嬉しいんです。はい、実はとても簡単です。まずそのお店の一番の看板のメニュー、これはぜひそのままにお出しいただきたいと思っています。その上でもしあのメニューをそのまま食楽健康協会の方に送っていただきましたら、ここのとここだけ変えてくださいというようなことをお伝えすることが可能です。ぜひお気軽にご相談いただければと思っています。はい、5月の22日のセミナーにおきましては、ぜひ多くの神戸の食に関わる企業様あるいは料理人の方たちにお越しいただいて、一緒にこのロコボの取り組みのことを知っていただきたいなというふうに思っております。ぜひご参集くださいませ。世界で初めて その都市型災害を経験した神戸、そして食の都神戸、この神戸において美味しく楽しく食べて健康になれるんだということを、この世界の G7 保健厚労省の大臣たちが集まるこの9月に発信できるということは本当に世界的に意義のあることだというふうに思いますし、だからこそ神戸でなければならないんだというふうに思っています。医者としまして、やっぱり一つのテーブル、美味しい食卓を家族の誰しもが一緒に囲むことができる、一つの食卓を囲んで笑顔になっていける、そんな世界を実現したいというふうにずっと思っていました。この神戸ならその世界が実現するというふうに確信しています。この世界が実現することによって、これが日本そして世界へとどんどんと広がっていくというふうに思っています。ぜひ一緒に取り組んでいきましょう。よろしくお願いいたします。